ロレンソ・エデュアルド・アランダは、パラグアイの首都、アスンシオン出身の同国代表サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。アスンシオンに生まれ、地元のクラブオリンピアのユースで育つものの、トップチーム昇格はならなかった。その後、ウルグアイのランプラ・ジュニオルスに加入した。その後2007年初めに、リベルプール FC に移籍した。2009年7月31日には、ウルグアイの競合。 ナショナルモンテビデオに移籍した。しかし、在籍期間はわずか1年に止まり、ディフェンソールスポルティングに移籍した。2011年6月半ばには、母国パラグアイに帰り、ユースを過ごしたクラブオリンピアに加入した。クラブが11年間遠ざかっていたリーンがパラグアージャを2011年に獲得し、この制覇に際して彼は重要な役割を果たした。それ以降も活躍を果たし、 2013年のコパリベルタドーレスでも活躍した。2015年12月19日、ジェフユナイテッド市原、千葉に完全遺跡で加入することが発表された。2016年はボール出し主力に優れたボランチとして、不祥事を除き主力としてプレーした。翌2017年はシステムの変更などもあり、出番を減らしたが、第20節岐阜戦では、 J リーグ初ゴールも記録した。2017年12月7日、千葉を契約満了となったことが発表された。2018年1月13日、パラグアイリーグデポルティー・ボサンタニに加入することが発表された。2012年7月9日の 2014FIFA ワールドカップ予選、ボリビア戦でパラグアイ代表としてデビューした。アランダフへプレゼンテードワイ。 フェルもこんなシオナなる。lr21.com.b.2009 年7月31日閲覧。アオーラシエスオフィシアル。エドワルド・アランダ・レトルナ・ール・オリンピア。パラグアイ .com、コブ。2011年6月27日閲覧。エドワルド・アランダ選手加入のお知らせ。ジェフ・ユナイテッド・市原、千葉。2015年12月23日閲覧。契約満了選手のお知らせ。 ジェフユナイテッド市原、千葉。2017年12月8日閲覧。元パラグアイ代表 MF アランダ、自国クラブに加入作期まで2年間千葉で、プレイ AB 日本一に輝いた泣き虫のエース、高橋一世青森山田で開花した、得点力で、プロの世界へ2017年1月11日閲覧。俺、目立ちたいんです。千葉 MF、高橋一世、ゴールにこだわる。 武器のない男、激坂2017年2月22日、エルゴラッソ J リーグプレイヤーズガイド2016,146ページ。ありがとうございます。